ピンポン。ピチピ、第1回コンビニ対抗戦開始。何お前、あかりちゃんはどこか好きですか？コンビニ、うん、うちはローソンかな。やっぱり、あの唐揚げくんを超えるホットスナックはなかなかないと思うわ。先生はどこが好きなんや？私はセブンです。ほう、やっぱり、お弁当お惣菜はセブンが一番ですかね。冷凍食品も、他のコンビニより頭一個抜けてる印象です。なるほどな。僕はファミマが好きです。なんかファミマがファミマの方が好きとか言い出した。画像が喋ってる。お前も画像が喋ってるんだよ、同類だよ。くらえ、ニューテンソングアタック。本当におめえは何しに来たんだよ。くわー何を食らっとんねん。くっ、やるのが超素材。せめて名前呼んであげて。くらえ、セブンイレブンウォーキディーポリという名の容量削減アタック。やめろや。うわー、お前も何を食らったんだよ。く、私が死んでも第2第3のファミマが。お前そこら中に立ってるだろうが、うるせえな。はは、あのファミマが倒されるとはな。しかしファミマは我らの中でも最弱。お前らは後釜としてはまあまあ不服やぞ。ファミマなめんな。もうええ、お前らは帰れよ。アタック、さてなんや。バリバリ第2回コンビニ対抗戦開始。もうええもうええ。ピンポン。S-U-S-H-I ダンバイ S-U-S-H-I ダンバイ S-U-S-H-I ダンバイ。はぁししダンバイ。あ、絶対話しかけたくないランキング1位の人だ。寿司ダンバイ。どんな遠のけ。てかなんやねんこの曲。多分お魚天国っていう曲かと。絶対違う。寿司ざんまい寿司ざんまい言うてるんやから寿司ざんまいの歌なんやろ。多分名推理。お前のお味噌溶けてんのか。たく、どっから持ってきたんやこんな曲。なんかラジオ体操してたら降ってきたんです。本当にどっから持ってきたんだよ。まあまあ、寿司ざんまいといえばお寿司、お寿司といえばマグロ、マグロといえばゆずきゆかり。最後はどうつながったんだよ。何を隠そう、私は血またて脂身のゆかりと言われた女。内臓脂肪すごそう。マグロにおいて私の右に出るものはいません。では問題です。大トロはどっちでしょう。こっち。帰れ。あ、待って、せめてエンディングを流させて。は、エンディング、ポチッとな。は、ピンポン。60本に垂らしすぎたせいですかね。純粋なバカ。それとも散歩するときに日傘忘れたから。じゃあ平気したんだよボケ。それとも昨日食べたイカの墨が顔のシミを生み出す。そんなわけあるか。なあ、たく、いつもわけわからんこと言うて何しとんねん。あかりちゃん、なんや顔に。嫌だからシミはもうええ中年。シジミが。いや、なんでやねん。さっきの一瞬でシジミの味噌汁飲んだのがまずかったですかね。何、さっきの一瞬でシジミの味噌汁飲んだねん。しばくぞ。味噌汁のシジミの身をちゃんと食べなかったから呪われたんですかね。なんて嫌な呪いや。よし、引き離したる。いやー、私の子供よ。じゃあお前は今後シジミとして生きろや。ほら。いやどういう構造。え、違う、うるせえな。もう一回取るで。ほら。いやハマグリ。いやいや、なんで悪化しとんねん。いやー、食べづらい。え、そこ、もう一回取るで。ほら。いやあ、面白かったらチャンネル登録してな。